に完璧なコスプレを手に入れたぜ。 VRMBI どうもバビです。皆さんお待たせしました。今日もね、視聴者さんのね、視聴者さんのね、リクエストに答えていきたいんですけども、なんと今回のリクエスト、今までの通算で言ったらもしかしたら一番多かったかもしれないリクエストです。はい、本日やるのは直撃の相馬なんちゃってローストポークです。今回はね、それを実写化していきたいと思います。腕が鳴るぜ、俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫ぶ必殺爆裂ゴッドフィンガー。はい、ということで今回使う材料はこちら。はい、こちらの商品ですね。はい、まず長めのベーコン、ローズマリー、ジャガイモ、玉ねぎ、エリンギ、こちらの材料で作っていきたいと思います。ということで早速やっていこう。はい、ということでキッチン来ました。早速やっていきましょう。腕が鳴るぜ、俺のこの手が真っ赤にも。はい、ということでまずはこのように洗ったジャガイモを半分に切って電子レンジで5分ほどチンしていきます。続いてムスカ大佐さんの真似をしながら玉ねぎとエリンギを切っていきます。うわー、目が、目が、くそー。はい、玉ねぎとエリンギをみじん切りにしたら玉ねぎが飴色になるまでフライパンで炒めていきます。投入。はい、玉ねぎに塩コショウを振ります。はい、そしたら同時進行でね、こちらの出来上がったじゃがいもの皮を剥いて木べらで潰していきます。熱い。このようにじゃがいもを潰していきます。はい、そして潰したじゃがいもと玉ねぎエリンギを混ぜていきます。ドッシュ、そして混ぜる。はい、このようによく混ぜ合わせたら一塊にしていきます。はい、このような楕円形の丸にしたらですね、じゃがいもが見えなくなるようにベーコンで巻いていきます。はい、こんな感じですね。じゃがいもが見えないように包みました。はい、そしてこのベーコンがほどけないようにこちらの調理用のタコ糸で結んでいきます。はい、このようにしっかりと巻きつけましょう。そして最後にローズマリーをこの紐の間に挟んでいきます。はい、香り付けのローズマリーを刺したら190度のオーブンで20分、それからさらに220度に上げてさらに20分焼いていきます。いや、オーブンからめっちゃいい匂いする。はい、ということで続きまして、残りお肉が10分ぐらいで焼けるかなと思ったらソースを作っていきたいと思います。まずフライパンに 200cc 赤ワインを入れます。続いてみりんを大さじ2杯、そして醤油を小さじ2杯、さらにバターを 10g。 はい、全て入れ終わったらかさが半分ぐらいになるまで煮詰めていきます。はい、ということでお肉焼き上がりました。めちゃめちゃいい色ですね。めっちゃ美味しそうです。で、これの紐を切ってお皿に盛り付けます。はい、このようにお皿にお肉を乗せて最後にソースをかけて、おー、超うまそう。とどめにローズマリーを乗せたら完成です。なんちゃってポーストロークです。ポーストロークだね。なんちゃってローストポークです。めちゃめちゃうまそう。これ出来栄えやばいだろ。もうこれ見た目は完全ですよ。完全実写化、超うまそう。ということで早速食べてみましょう。お上がりよ。ということで真ん中からね、ザクッと一回ね切ってみたいと思います。うわー、超柔らけー。めっちゃうまそう。はい、中はこんな感じですね。じゃがいもがめっちゃホクホクでうまそうです。うわ、湯気がやばい。ということで贅沢にね、ちょっと真ん中からねいきたいと思います。ソースたっぷりつけてね。はい、ということでいただきまーす。うわー、めっちゃうめー。なんだこれ。これは口に入れた瞬間わかるうまさ。厚切りのベーコンがめちゃめちゃカリカリで、中のじゃがいもが超ホクホク。もうこのねギャップ、なんと緩急がすごい。で、このちょっと大人っぽいソースとね、めちゃめちゃ合うんですよ。これはね、もうなんつーの、レストラン料理、ガチの。めっちゃうまい。俺の料理ちょっとね、レストラン領域にねたどり着いた。うわー、しかもこの外巻きのベーコンの肉の旨味っていうんですか、そういうのをね、じゃがいもとか玉ねぎとかエリンギがね全部吸ってるんですよ。ちゃんと旨味がねすごい凝縮されてる。で、材料高いもの使ってないじゃないですか。だけどこの赤ワインのソースが大人っぽいから、ちゃんとねこの全部の料理のクオリティを上げてくれてるんですよ。だからもうレストラン料理になるんですね、これ多分。これレストランで出てきても不思議じゃねえもん。はい、ということで完食でーす。一番最初にやった直撃の相馬実写化のサババーグをね、今回これ超えましたね。今んとここれが1位かもしれない。ほんとね、それぐらい美味しかったです。材料費も安いんで、ぜひ皆さんも使
作ってみてください。はい、ということでまだまだ他にも実写化動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。こよかのチャンネル登録お願いします。こよかのチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またな、おそ松。いや、最近筋トレの成果で B カップぐらいにはなってきましたね、胸筋。